さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのが順位戦ですね。 B 級1組の9回戦、先手の佐々木勇気七段、そして後手の屋敷信行九段ということで、こちらね、藤井聡太竜王が、順位戦トップに今躍り出たんですけど、この対局で佐々木勇気七段全勝だったんですが、屋敷九段に負けてしまったというところで、こちらが非常に面白いバチバチのね、殴り合いの将棋だったので、こちら取り上げてみました。早速見ていきたいと思います。さあ、しかしね、このお二人、実は対局の成績が、屋敷九段がね、4連勝中ということで相性が非常にいい。対する佐々木勇気七段もね、順位戦では負けなしということで、実力の方はね、もう間違いはないんですけれども、こちらどのような対策をしてくるのかということでしたが、屋敷九段が角道を止めてくるというところの4四歩という作戦を用意してきましたね。さあ、駒組みを進めて見ていきましょう。居飛車でというところなんですけれども、これは後手は雁木模様でですね、これで受けていこうというところなんですけれども、対する先手はここ右側ですね、右試験も含めてというところでやっていくという駒組みを見せていく。さあ、それに対してまずはね、美濃囲いのね、骨組みといいますかね、作っておいていつでも入れるぞというところで、雁木に対してはね、左美濃急戦というのがやはり有力な作戦というのはね、一時期あったんですけど、それに対して後手もね、作戦を練ってきているというところですね。その一つがまず右銀をこう繰り出していって、威力のまま駒組みを進めていくというのが一つのポイントになってきます。さあ、3六歩4三銀としておいて、雁木の駒組みもね、できてきてというところで、対する先手は美濃囲いというところでね、できてきて、あとは右試験でね、がっつり行くぞという姿勢を見せていく。さあ、7四歩に対してここでね、佐々木勇気七段がものすごい長考、1時間47分という長考で3七桂と跳ねていくというところでね、いや、この辺りがね、すごいさすが順位戦だなというところでしたね。仮にこれ桂馬じゃなくて玉を守る、陣形を整えにいくと、ここでね、6四と一手早く攻めてくるんですよね。それから3七桂だと7五とね、後手から先行されてしまうぞというところも踏まえて、本譜はね、こちら長考した上で3七桂といつでも仕掛けていける姿勢を作っていくんですよ。で、対する後手は6四銀とね、上がっていって、現代将棋の雁木は王様をね、固めていっても、この先手のね、左身の急戦を受け止めきれないんですよね。崩されるので、ならばこの守りのね、手とか刺すよりも先に攻めの陣形を作ってしまって、金銀結局中央に揃ってますから、威力のままでいても特にね、硬さというのは問題ないと。逆に守りの手をかけるほど先手の攻めが決まってくるので、後手の雁木としては攻めの姿勢を作るというのが現代将棋の肝となってきます。さあ、これに対して次7五歩が見えてくるので、本譜、7九とやってしまうと、もちろんね、7五と来るので4五歩とね、早速仕掛けていくというのがね、こちら先手の番の主張ですよね。攻めていこうと。王様はちょっと囲いには入っていないんですが、それ以上に後手に先行させないぞというところでしたね。さあ、本譜続けて見ていきましょう。もちろん同歩同銀と来ましたね。さあ、右試験なんで飛車角銀桂とね、全てのね、駒が躍動して攻めていくので、仮にここ4四歩とね、受けてもこれは受け止めきれないということですね。数が足りてないというところですね。仮に進んでいくと全部清算して、こう飛車が走れるよと。ただしね、この局面で角は打ち返せるんですが、なんといってもね、先手は美濃囲いができているものに対して後手が威力なので、この陣形であれば先手もね、まだ戦いやすいなということになってくるんですが、なのでね、4四歩と受けてもこれは後手は受けが効かないので、先に本譜は7七角成とね、角を交換していくということですね。先手から4四歩と打たれてしまうので、先に角をさばいていく。
さあ、それに対して7五歩とね、後手もここから反撃ということですね。まあ、薄いところを攻めていくというところですけども、まあ、意欲なんでね、まあ、どちらが早いかというバチバチの攻め合いです。早速4四歩と、まずは拠点を作って、5二銀に5四銀とね、銀をドリブルしていく。まあ、ここは丁寧に4二歩とね、まあ、受けるところは受けてというところですね。さあ、そしてここで一旦手を戻す7五歩と、まあ、戻すんですけども、そこで早速8六歩、同歩、そしてそれから7五銀とね、まあ出てきました。まあしかしこの銀が動いたというところで本譜は5五角と打ってきましたね。これは先に4三歩成を入れてから5五角というね、まあ両取りもあるんですけれども、本譜はシンプルに5五角と打ってきました。さあ、これに対して切り返しの6四角打ちということですね。角には角というところで、この角というのはね、まあもちろん攻めてきた場合に、まあこの桂馬がね浮いていますよというところで、一例としてね、ゴリゴリと攻め合って11角成とした場合に、こちらの角も成れますよというところを見せた手ですね。さあ、本譜この6四角に対して、まあ踏み込んでも、まあ先手としても悪くはないんですけれども、本譜は同角とね、あっさりと取っていくというところを選びました。この交換は、まあ、同歩、同銀、どちらでおいても先手にとって得でしょということですね。仮に同銀と取れば、攻めがね、まあ、地銀が緩くなるので安全になるし、本譜は同歩と応じたんですが、まあ、空間が空いたのでね、意欲の王様を寄せやすくなるというところを選んだというところですね。さあ、そして本譜続けて見ていきましょう。継続手は4五桂とね、跳ねていく。さあ、これがね、玉頭に殺到していく。さあ、ここでどうするのかというところですけども、後手もね、ここで反撃の7六歩と、さあ、バチバチに殴り合っていく。さあ、8八銀と引くんですが、ここでね、まあ、5五角という攻めもあるんですが、本譜は8六銀とね、まあ、銀を使っていってというところですね。さあ、それに対して、5三桂成とね、さあ、どちらが早いのか攻め合っていく。さあ、ここで7七銀成、王手でね、踏み込んでいきましたね。さあ、これに対して王様は引くということですね。まあ、これ、まあ、同銀とね、まあ、応じても良かったかとは思うんですけれども、まあ、やはりね、飛車が侵入されてくるので、まあ、同歩成と、一回王手されて、まあ、王手はしないかな、さすがに。先に飛車なるんですかね。まあ、こうなった時にどうやって応じるかというところですけども、まあ、飛車を鳴らせるんじゃなくて、まあ、一応ね、かわしておいて、こうやって飛車を鳴らせるという本譜は選んでいって、まあ、金のね、2枚の囲いが一応あるので、まあ、こうなった方が先手玉は硬いでしょというところでしたね。いや、この形勢判断は素晴らしかったんですけども、次の一手で実は形勢がまた変わってくるんです。その次の一手が7四角とね、まあこれシンプルに5二の地点を数を足していくというところなんですが、この手がね、まあ詰めろではないんですよね。なので、詰めろではないならばと3七銀とね、まあここで反撃に出ていくというところですね。いやー、非常にこの終盤のね、速度計算のあやというのがね、もう、なんというかね、このバチバチのあってね、これは面白かったですね。さあ、本譜継続して見ていきましょう。4三歩成とね、踏み込んでいくんですけれども、まずはここはね、4八銀成と飛車を取って、飛車のね、攻めがなくなるというところで、まあ、同玉と応じてね、これでね、後手玉が飛車の攻めがなくなったので安泰、そして飛車のね、ラインに入ってくるぞというところで、まあこれでね、一度手を戻して自玉を安全にしていくと、さあ4四歩とね、なんとか繋いでいって、まあこれはね、一応詰めろにはなってくるんですけれども、1五角とね、詰めろ逃れの、まあ王手をかけていくというところですね。さあ、攻防の角が入ってきて非常に厳しい。かわしていくんですけれども、ここで5三銀と成桂を外されて、同銀成としておくんですが、
一旦5二歩とね、ここも丁寧に受けていく。4三歩成とね、追撃するんですが、同金、同成銀として、そして4九飛車と打ったところでね、まあ、ここでね、投了となりましたね、佐々木七段。まあ、これはね、まあ、この王様をかわしていくと、成銀が抜かれてしまって、ちょっとね、手がつかないということで、かつ先手玉も危ないということなので、まあ、4九飛車打ちを見て投了と、まあ、これは仕方ないのかなというところでしたね。まあ、投了追加を見ていきましょうかね。まあ、仮に、まあ、4八にね、合駒することはできるんですが、角と飛車と竜が効いてるんでね、ちょっと数がね、ちょっと足りてはいないんですよね。結局踏み込んできてしまうので、同竜となった局面で逃げて、結局これはね、抜かれてしまいますよね、というところなので、まあ、攻防ともにやむなしというところでね、まあ、これは仕方ないのかなと。で、一応振り返って、この形勢が変わった7四角に対して3七銀でね、まあ、ちょっと形勢が変わったんですけども、本譜戻ってどうしたらよかったのかというところですが、結果論ですけども、こちら5二とね、一度取っておいて、同金に5三銀とね、打ち込んでおくというのが良かったみたいですね。これに対して、6一銀と受けさせてから、こうね、角を打てば3七銀がね、こちらがなかったよというところで先手が優勢を築けていたということでしたね。まあ、5三銀に受けずに3七銀とね、もし打ってきた場合は、これは踏み込んでいって、よしというところですね。まあ、これで、まあ、この手はね、別に詰めろではないので、これで先手が優勢ということになってくるので、まあ、本当に一手の差なんですけども、速度がね、ぐんと入れ替わる、本当にこちらですよ、こちらですね、7四角でね、いやー、この一手で一気に速度が変わってくる、本当に将棋の怖いところでしたね。まあ、とはいえね、ここからのやっぱり屋敷九段、鋭い攻めをね、炸裂させていったなというところで、飛車を外して自玉を安全にしてからですね、まあ、自玉が、まあ、詰まない、まあ、速度計算で詰めろをかけられた場合は詰めろ逃れで攻めていくというところがね、まあ、非常に計算された寄せだったなと。で、受けるところは受けてと、まあ、佐々木勇気志田もね、絡みつくように攻めてはいったんですけれども、やはりこのね、4級飛車打ちがね、まあ、受からず、このね、成銀が抜かれてしまうというところで投了となりました。いやー、非常にね、本当に激しい戦いで、まあ、佐々木勇気志田全勝とは来たんですけれども、ここでね、1敗をしてしまうというところで、まあ、7勝1敗でまだ順位は2位ですね。8勝1敗の藤井竜王が、藤井聡太竜王が1位というところでね、まだまだこれね、来期の A 級誰が行くのかわからないね、非常に面白い B 級1組の順位戦でした。ということでね、これからはね、このチャンネルでは藤井聡太竜王以外もね、面白い対局が取り上げていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価していただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。